ちょっと諸事情があって今日は小ネタです。道路からの段差が30センチくらいあって車が入らねえとかめちゃくちゃ騒いでいた吉田のビルトインガレージ、シャッターの位置を駐車場側に移動させるという、大工事を実施した結果、図面上妄想上では入ることになっています。でも実は1回もまだ車を入れたことはありません。ハウスメーカーも試していないし、吉田も当然試していません。本当に入るのでしょうか？車がぐちゃぐちゃぐちゃってならないのでしょうか？あと、なぜ車が入れないのか補足すると、洪水対策でちょっと床を上げすぎたんですよね。もちろんスロープを作れば問題ないんですが、当初は青い矢印のところから入る設計でした。道路まで1メーターくらいしかなくて、どう頑張っても30センチは乗り越えられません。なので改修工事で左側の赤い矢印の方向にシャッターを付け替えてもらいました。こっち側は駐車場があるので長いスロープを作ることが可能です。じゃあなんで最初からこっちにしねえんだよっていう人もいるかもしれませんが、駐車場に車が止まってるとガレージ内の車の出し入れができないでしょ。それは不便だなと思って道路側にしちゃったんですよね。それが失敗だった。で、付け替えたはいいんですが、正直結構キツキツなんですよね。これ見るとわかるでしょう。結構急でしょう。33センチの段差って数値で聞くと大したことないなって気分になるんですが、階段1段が20センチなんで階段 1.5 段分の高さです。この図は最悪条件で書いた図で、一番急な部分を登ったと想定した場合です。この端っこの部分ですね、ここが一番急です。N 版とノアの最低地上高で書いた図なんですが、一応理論上はそこをすりません。ただし余裕は全くないですけどね。しかも最低地上高って何も乗っていない場合なので、荷物や人が乗るともっと下がります。まあこの図は最悪条件なので、実際はもっと緩やかなところを登るので、これよりはだいぶ余裕はあると思います。まあ車高を下げたようなカスタムしたスポーツカーはそこするかもね。という尺稼ぎ的な説明はここまでにして、早速入れていきましょう。まあ理論上入ると分かっていても、やっぱりちょっと怖かったですね。やっちまったら笑い話では済まないですから緊張します。とりあえず怖かったので前から突っ込みました。まあシャッター遅えなと思いながら開くのを待ってます。吉田行きます。で、斜めからスロープに上がってくるので、なんかぶつからないかね、ちょっと怖かったんですが、入ってしまえばもうなんともないですね。余裕でした。別アングルで底の部分を撮影してみました。まあこっち側は比較的余裕がある方向なので全然余裕ですね。最も厳しいのはこの部分です。車庫から出る方向で撮影してみました。まあ撮影位置の問題もあると思いますが、思ったよりは余裕はありません。同じアングルでバックで入れているシーンも撮影しました。まあ、車ってバックの方が角度を曲げやすいので、前から突っ込むよりはだいぶ入れやすいですね。あと、ちなみに車って端っこの鉄板より中心部分のマフラーとかの方が実は低いんですよね。まあ N 版だったら問題なさそうですが、法律ギリギリの車庫端スポーツカーはそこするかもしれません。ジュイン。入れられることは分かったんですが、やっぱりこの車庫奥行き足りませんね。軽自動車でこれくらいしか余裕がありません。まあ軽だったらギリギリ整備とかできるかもしれませんけど、普通車は無理ですね。というか、ここに入れちゃうとバックドアは開きません。まあ現実的に後ろってこれぐらい離したいじゃないですか。まあもっと攻められるけど、まあ例えばロードスターだとこの辺りくらいまで来ます。プリウスやカローラなどの、まあ普通の車はここら辺、タイヤ止めを設置してもっと攻めれば、まあ普通に入るとは思いますが、まあ結構ギリギリですね。まあ軽バン持ってるからちょっとロマン重視でロードスター買っちゃう。ロードスターだったら全然入るからさ。ちなみに奥行きの有効寸法は 5250mm でした。普通車が4700くらいなので、まあ前後20センチくらいの余裕は取れますね。シャッター閉めた状態で整備は厳しいかもしれません。まあシャッター開ければできると思うけど。まあ一応この壁はぶち抜ける構造なので、万が一自動車系 YouTuber に転身するなら、ここを破壊する予定。まあその前にバイク整備かな、やるとしても。いきなり車は怖いよね。吉田ちっちゃい子のが好きなんですよね、でっかい子より。ジュイン。せっかく車入れたことだし、プチ整備動画でも撮影してみます。今スタッドレスがついているので夏タイヤに交換してみます。ちなみにこれブリヂストンなのにブリザックじゃないという謎のタイヤ W300 って、この W なんとかってトラック用のタイヤですよね。これブリヂストンなのにアジアンタイヤ並みに激安なんですけど、めちゃくちゃ性能は悪いらしい。実は一応10年ぐらい前に買ったカスみたいなジャッキは持ってます。会社員時代は自分で交換してたんですけど、 YouTuber に転身してからは、まあ、どこも出かけないのでスタッドレスには交換しなくなりました。これいくらだったかな、なんか3000円ぐらいだったと思うよ。めっちゃ安かった。
多分ジャッキをかけるのはここら辺ですよね。なんか補強されてるんで多分ここ違ってても、まあ軽自動車だから持ち上がるでしょう。まあ年代物なんで使えるかちょっと心配だったんですけど、まあ普通に使えますね。安物でも軽自動車ぐらいだったら大丈夫みたい。木工用インパクトドライバーに変換アダプターをかませてソケットをつけました。昔ワゴン R 交換してた時はこの方法で普通に回ってたんですけど、 N 版のナットは全く回らないですね。しょうがないんでトルクレンチで回すという超上級テクニックを駆使したんですが、これがね死ぬほど硬いんですよ。全く回りません。こんな硬い？かーってかーってこんな硬ってんだっけ、おかしくね。でこれが新車の時についていた純正のタイヤです。まあバチクソ汚いんで洗おうかなと10秒ぐらい考えましたが、10秒考えてそのままつけることを決断。木工用のインパクトだとトルクオーバーになることはないので、まあ適当に締めときます。プッシュー。気安めのトルクレンチは10年ぐらい前に3000円ぐらいで買ったよくわからないやつです。まあ多分精度はドエレアオワコンだと思いますが、まあ切りがいい110ニュートンくらいにしときました。外すときに比べてだいぶ軽いですね。半分くらいの力かな。まあ結構規定値オーバーで締まっていたと思いますよ。エアインパクトでドエラー締めて、その後に適当にカチカチやったんですかね。まあこのトルクレンチが正確かどうかは神の水を知る世界です。特にこのタイヤはねマジで硬かったですね。まあバンバン叩けばよかったんですけど、まあ一応トルクレンチだから足で蹴っ飛ばして、まあ、すぐ回るナットがないことを確認して終了します。このカバードエレアダサいんだけど、まあ、なしで鉄地向き出した方が絶対いいとは思うんだけども、 N 版は売却予定なので後でつけるのめんどくさいので蹴っ飛ばしてつけときました。タイヤの空気をチャージしたかったんですが、 N 番くんの車載工具には空気入れ多分ない。実は N 番くん今時の車としては珍しいですが、スペアタイヤを標準で搭載しています。しかも外、このタイヤね外すためには後ろのバンパーを外さないと取れないらしいです。ネットで解説動画見たんですが、これは無理だなって思うぐらい大変そうでした。ドエレアドエレアカチカチなので大丈夫そうですね。ガソリン入れるときに確認します。この得体の知れないトルクレンチはもう捨てることにしました。ここら辺にソケットだけパクって入れときました。来年新しいのを買います。あとアトレーに乗り換える予定なので綺麗に掃除しておきました。まあ、別に綺麗にしても査定額はもう上がらないんで、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、あまりにも汚いのは恥ずかしいのでささっと掃除です。あとね 100V の掃除機じゃないとダメ。マキタとか廃坑機の充電式掃除機は便利なんだけど、やっぱりこういう用途には物足りないですね。 100V は体感5倍、吸引力は強い。 N 版売る前にレビューするかどうかはちょっと悩んでるんですが、まあ見ての通り助手席やばいでしょ、いたでしょ。まあね正直ね運転席以外の座り心地はマジやばいよ。ドエレア終わってるで。チュイン。車は出しました。泥だらけになるかなと心配していたんですが、全く汚れないですね。まあ晴れの日だったらまあ入れてもいいかなって感じ。雨の日はさすがにね入れたくないね。あと排ガスのご指摘もコメント欄で大量に見かけたんですが、正直気にならないですね。この24時間換気システムに一応強モードってのがあるので、車を入れた後しばらくの間回しとけばいいかな。まあ換気扇の位置的に前から突っ込んだ方がいいですね。バックだと逆側になっちゃうから。ちょっと砂っぽいっちゃ砂っぽいので、中華製のルンバもどき組んで掃除しておきます。実はこいつ安いくせに水拭きもできるんですよね。水とマットをつけると吸いながら拭き掃除もできます。あと充電台がない場所でも電源ボタンを押せば勝手に掃除をしてくれます。なので2階とかもたまにこいつを持ってってボタンをポチってしてる。どうやらこいつは苦手なようだ。ドエラー汚れとるわ。チュイン。おまけコーナー。前回の動画でダクトレールの位置をミスって、まあ、死にたくなったと言いました。左につけすぎたんですよね。自分の体で影ができてしまうという、まあ、致命的な問題です。スポットライトにするとか角度を変えられるやつにするとか、まあ、いろいろ考えたんですが、無難にシーリングライトを買いました。ネットで調べて一番強力な20畳タイプです。20畳タイプって4万円ぐらいするんですけど、こいつはね19800円と割安です。でこれがダクトレールから引っ掛けシーリングに変換するアダプターです。いろんなメーカーから出ていますが、これは東芝製です。まず思ったのは LED めちゃくちゃ多いですね。さすが20畳用です。これが8畳用の、まあ、6000円ぐらいのやつ、倍かな3倍ぐらいあるのかな、かなり多いです。
ダクトレールにつける変換アダプターはまあ普通に差し込むだけですね。ダクトレールから照明を取り外すのはめちゃくちゃ簡単で、ロックを外すだけで取れます。すごく便利なので、まあ、とりあえず何つけていいか分かんないときはダクトレールおすすめです。ちなみにシーリングライトの取り付け方法はまあどこのメーカーも一緒ですね。この丸っこいアダプターをつけた後にそこにガチャコンってはめるだけです。簡単だね。このシーリングライトめちゃくちゃ良くて、ガタを抑えるスポンジがかなり大きいです。ダクトレールに変換アダプターをかましてもスポンジが天井につくんですよね。ガタガタしません。素晴らしい。あとは白いカバーをくっつけて完成です。何気にこれつけにくいですよね。なんか位置が合わないというか。これめっちゃ明るいで、やばいね。やばいな、めっちゃ明るいわ。これめちゃくちゃ明るかったです。さすが20畳用だね。カメラはね、明るければ明るいほど嬉しいんですよ。リモコンが無駄にハイテクなんですが、デザインはなんか30年前って感じですね。センスはない。現在の明るさと色温度がね、目で見てわかるので、まあ、かなりわかりやすいです。ちなみに天井についているあのバー型の照明は 5000K なので、まあ、大体同じような色になるように調整しました。常夜灯もついていますが、これはちょっと暗すぎます。で、影になるか問題ですが、体本体による影はできなくなりました。ちょっと影があると思いますが、それはカメラを持ってる手なので、これはもう正面から当てない限りは消えないと思います。この方法いいなと思って、あと4つ3つ買いたいかな。まあ YouTuber の皆さんだったら分かってもらえると思うけど、明るくないとね、明るくないと画質が終わるんだよね。ちなみにこの長細い照明はパソコン部屋からパクったやつなので、元に戻しておきました。正直この部屋は部屋の真ん中にシーリングライトで十分でしたね。さらにおまけですけど、タイヤの走行テストをしてきました。ボルトが折れて吹き飛んだりとか、まあ、そういうことはありませんでした。よかったね。ちなみにこの動画は金曜日にアップする予定だったんだけど、実は金曜の朝っぱらに税務署から呼び出されました。税金滞納脱税疑惑って呼び出されて、なんか今すぐ税務署まで来い的な勢いで言われて、マジかめんどくせえなと思ったんですけど、しょうがなくて税務署まで行ってきましたよ。まあ無事所得税未払い、延滞税が課金されて金パクられる。よいや破産寸前のその帰りにドライブしてます。ちなみにここは名城公園の横、名古屋城のところですね。あの中二病みたいな建物が名古屋市役所。あの木めちゃくちゃでかくないですかね。これ何メートルあるの、やばいよね。で、その先に見えてくる中二病2号機が愛知県庁です。まあ名古屋城っぽいですよね。こっちは見えっ張りな愛知県民の特徴を象徴しているかのような中二病。そしてなぜか街のど真ん中に観覧車がありました。ここら辺が名古屋の中心部の栄で、名古屋駅の前は高層ビル群がたくさんありますが、まあここら辺は普通サイズの、まあ、いわゆる雑居ビル的なのがいっぱいある、まあそんな場所です。テレビ塔があるのはもう一個左側の踊りですね。ちなみにここら辺の道路はマジでカオス。割り込みまくらないと永遠に曲がれません。バスもあの図体で、まあすげえ無理やり割り込んでくるからね。優しい心を持っているようでは永久に曲がることができなくなります。そして一番左の車線は駐車場と化していて、路駐だらけ。マジで路駐だらけなんですよね。路駐、路駐、路駐、路駐。まあ、ヤマトとかさ、荷物運び込むやつはまだわかるわ。でも普通の車が普通に駐車場として使ってるの見るとムカつくよね。そして無駄に道が広すぎ。